お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、アイミラー使っていくんですけど、まあ一応ね、今日使おうと思ってる時は、こちらの、まあミラーディガポイですね。はい、今までディガポイのミラーは、多分初めてかな。はい。なんですけど、こちらがですね、この前、ミラティブイベントの、そのプロ選手と対戦っていう、そのミラティブのね、イベントがあったんですけど、その時に僕が9名の方と対戦させていただいたんですけど、その中の一人の、カリンさんって方が、その使ってたデッキで、ちゃんとそのね、許可も、はい、いただいてます。っていうので、もうこれが、もうめちゃくちゃ、はい、強くて、もうミラー入ってて、もうこれは使いたいなと思って、その使わせて、はい、もらいます。ということで、まあ今日はね、こちらのミラーのディガポイですね。を使っていきたいと思いますね。で、マルチはちょい、今回は勘弁してほしい。明日か、近々ちゃんとマルチの動画出すんで、これは勘弁してほしいですね。はい。てなわけで、やっていくんですけど、ミラー、はいはいはい。これ美味しいです。美味しいというか、まあ。そうですね。防衛が硬いですね、これは。相手枯渇だから取れないだろう、読みの裏ディガーで。普通にディガーガールデッキだと、結構まあ、ディガーガールというか、まあディガっぽいだと、防衛ができるかっていうのが大事なんですけど、これはミラーガールからアイスイズとかベビドラがライトニングとかで処理されても、もう一回出せますし、墓石にポイズン打たれて、古城ババみたいな。とかももう一回墓石出せますし、いわゆる最強ですよね。やばい。これ多分アイスウィズ頑張って。あ、キング起動しているからそれが大きいですね。あとこのロリババのターゲットが優秀で、これディガー飛ばしたらどうせギャングでアイスウィズと両方守れられちゃうので、一回置きますね。一回置いて、墓石置いて、からのディガっぽいですね。よいしょ。このスケルトンのカウンター。はい。OK。あー、相手分かってますね。けど、このスケルトンが優秀。この、今の100ぐらいが、結構大事なんでね。でこのアイスイズ出す位置も、この逆サイドにしてあげると、このまま逆サイドにね、アイスイズが攻めとして、行ってくれるので、でこれロリババで防衛。そう、バレルに対しては、徹底してやっておけばいいかな。で、相手がロケット削りに入ったら、あ、でもちょっと違うコツだ。危ねえ。そう。ロケット削りに入ったら、もうこっちは一気、もうどんどん攻めていいですね。ディガープラスのディガープラスのポイズンみたいな。みたいな感じでどんどん攻めていいかなと思いますね。そう、ハシマイプリンをね、思ってたんですけど、まあこれはロリババ割いても、もう一回ロリババあるんでね。いや、言うて、惜しい。これはまあ相手びっくりですね。はい。ってなわけで、これ多分余裕ですね。マジの余裕。スナイプしたっていうぐらい。余裕ですね。まあ、ファイバーでチクチク削られていく感じで。これまたロリババ使ってあげていいですし。ポイズン2回で、400ちょっとぐらいかな。やばい。これ、防衛で取るね。でも、最後もう1回ポイズンして終わりですね。でもしなくていいのか。まあ、いいよ。完全削れないから、もう一回ポイズン打って終わり。よいしょ。はいはい。いいですね。マジでこれ。その、ディガっぽいデッキでもビラーがあることによって、その、ね、まあ、結局、アイスウィズが強いんですけど、防衛力がめちゃくちゃ高いから、攻めやすいですね。守りやすいし。てなわけで、今は結構なんだろうな。相手が枯渇系だったから、防衛で。ミラそう、防衛でミラーが多かった。言うて。まあまあまあ。今のめちゃくちゃ相性良かったですね、本当に。良すぎるぐらいに。ってなわけで、2戦目ですね。そうで、僕最近ミラティブ配信っていうのをやってるんですけど、ミラティブでそのクララを配信してるんですけど、あれなんですよね。通信制限がもう来ちゃってて、多分配信が重すぎてできないみたいな。と
らがあるんですよね。だからやりたいんですけどなかなかできない。そう、通信制限来るともうマジで不便、ほんまに不便なんですよね。マジで、ね、常に不便すぎて結構携帯いじる側からすると困りますね。はい、よろしくと。日本人の方ですね。てなわけで負けられませんから。さあ、で、まあ、しょっぱなディガーはディガー警戒、これも一応防衛するか。ダメージ受けたくないですね。ユーのロリババペッカかな。ペッカだな、これライキさんだな。多分ライキさんが使ってたペッカがこんなんなんですよね。マジでこれで多分ライドラとか出てきたら、いや、ザッピーが出てきたらマジでライキさんのペッカだけど、まだわかんないですね。これライドラポイズンでも処理して、これなキング起動できるだけ初めにしたいですね。いやー、だるい、これだるい。まあ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 、こんな感じでボイかな。でディガー飛ばしたらユーノ来るから、まあいっか、ディガー飛ばしてユーノで、あー、まあ SS で受けて、これに墓石を裂きたいけど裂きたくないな。裂きたくないけどミラーあるからいいや。けどあれですね、このホボリングちゃんが、はいはい、まあ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 、まあ、これをルビドリ左に、いや右でいいや。やばい、間に合わない。あー、やった、これマジやった、やばい。じゃあ相手ペックディガーだ。ペックディガー気づくのが遅い。ん、さてはもうペッカでもないみたいなところが出てきたな。やばい、全然言ってること違うけどさすがにペッカだなこれは。ポイズンは、あ、ライドラ来た。え、そんなことある。おいしい。で、これも許容ですね。あ、これで金起動、いや、できないな。相手のスペルとかはなんかそういうのがよくわかんないですね、まだ。でもリガっぽいだとしたらポイズンだと思うんですけどね。これちょいトルネで全部まとめてポイズンボーイ、ボーイじゃない、あれ処理。やばい、うーん、それを読まれてるとしたらやばいけど、はいはい、ダメージ追いつきましたねと。これは勝てそうですね。さあ、問題がライドラ、ライドラなんですけど、これ一回ミラーで攻めて、意外とこれ気づかないんですよね。え、ミラーみたいな、そうだからこれが意外と削ってけど、やばい、いでー、やばい、やばい、いでー、待って、一回耐えて、一回耐えて、8枚ホバリングと、やばい、やばい、これさすがにシャシャった。ちょっと待てよ、これ左、あー負けたー、やったわ、これやった、これはグッドゲーム。これちょっとシャシャったっすね。これは2周目ディガーとか言ってシャシャって攻めすぎてやっちゃいましたね。だからまあ2戦で終わったから、まあいっか、1戦ぐらいやっちゃうか、マルチ。そう、これ長いんですよね。はいはい、ってなわけで、あー美味しい、ようこそゴブジャイ。そう、2戦だから、まあ、もう1試合行きたいみたいなところあるんで、まあ、マルチでいいかな。結局なんかね、ゴレとか来てくれたら美味しいみたいなありそうだから、そう、でも今行きたくないんですよね、このね、まあいいか、どうせ行くし。はい、ってなわけで、まあ、ラスマルチですね。これはさっき負けちゃったのが良くないので、ラスマルチ。そうで、今ホバリングはそんなにないか。ライドラが多いかな。さあ、美味しい、おお、トロだけ一緒ぐらいだ。よろしく。なんだろうな、30試合嫌だな、30試合嫌だ。それだけ、それ以外なら別に何でもいいや。アイスイズ、お、ありますよ、マジである。うーん、でこれに、あー美味しい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 。そう、今の環境ディガポイもいないんですよね、マジで。マジでディガポイすらいないんで、
で前でこれトルネードあるから、この内側ディガーでね、緊急ドアさせないよと。まあそりゃそうか。これメガゴやばい、一発殴るかも。いやーめでー。まあこれランバーも一発、いややめて。オッケー、オッケー、優秀なランバー、優秀なランバー、マジで優秀。これ墓石はちゃんと逆サイですね。左からのタワーダメージ大事なんで。よし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 、待って、めっちゃ緊張してる、なんかやばい緊張してる。これライトニング垂れても、ビビドラからのビビドラ、ライドラ来るかな。あー痛え、これが痛えですね。これ痛いけど、これでできるだけ抑えて、オッケー、2ベビーのカウンターが相手、しかもメガゴ咲いたから、来た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 、チャンス、マジでチャンス。でこれロリババからのディガーで、いやー、あでもトルネ咲いた、これベビドラ14がどれぐらい働くかが問題になってくる。いや強くね、あるよ。あー、まあベビちゃんもあるわね、そりゃ。でここをベビーちゃん受けして、ちょっとカウンターでベビーが3発ぐらい、いや3発も殴んないか、2発ぐらい、これ多分相手無視してくるでしょう。はい、してくる、美味しい。で問題がここ、これオリババ今の間に転がして2発ぐらい入れたいみたいなところです。することないからディガーも飛ばす。はいはいはい、で相手のこのライトニング削りが一番厄介、マジでこのライトニングだけで持ってかれる。でここポイズン防衛、はいはいはい、えポイズンいらなかったかな、まあいいや、まあまあまあ、こっからみたいなとこありますね。あーポイズン欲しい、痛え。そうこれがマジで嫌なんですよね。問題がライトニング削りに対してなかなか勝てそうにないから、ディガーでそれを見、そりゃうまい。言うてありますよ。相手ライトニングの2発だから。はい。もう一回ポイズンして。はい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 。はい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 。まあライトニング削りですよね、相手は。で、この1200を相手はもう守ろうとするんですけど、これがワンチャン削れちゃう事件。おいしい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 。はい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 。あるよあるよ。あ、だいたいもう2枚ぐらい。あー、やばい、普通に集中してた勝ってそうだったんだけどな。まあライトニングはちょいしんどかった的なやつですね。そうこれ、まあ、これ流行りのデッキですね。まあ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 、そういうこともありますね。はい、てなわけで今日はミラーリガポイ、それマジで防衛力めちゃくちゃ高いと思うんですね。はい、普通に使えるデッキだと思うんでね、こちらぜひぜひ使ってみてください。てなわけで本日はね以上になります。はい、お疲れちゃんでした。バイバイ。